いたんですよ。追いついちゃうから、追いついちゃったらしょうがないんで。で、例えばだから、ああやってもう、これぐらい離れちゃうと全然効かないけど、これの3分の1ぐらいになったら、結構車の、スリップが効き始めて、まあ、いっぱいいるから やらないだろうけど、だんだんこういうふうに後ろに使わせたくなったら、なかったらだんだんこいつ、みんなこういうふうに蛇みたいになってたりもするし。で、掲示板にも書いてあったけど、もうここ入るんだったら、山登ってくる途中で、右に寄ってそこに入るような感じで。これも青です。だから10番だと、ここね、今あの変なのがあったけど、なんか看板グッドイヤーを見たら分かりますし。さあ、じゃあ行こうか。ちょっと、一回急ブレーキの。俺が刺激好きするんでしょ、俺に。そうじゃあこれも一回わざと行こうか。こうやって行くよね、こうやって。こうやって行って、うーって多分切っちゃうと思うんだけど、近内でこうまっすぐ行ったら、一回止めるとか。外は一回まっすぐでいいんだけど、そういう形にしてあげて、で、これは多分アスファルトみたいな。あ、なんだこれ。あ、気持ち悪い。スポンジかあれ、なんだあれ。あそこは気をつけた方がいいよ。で、こういうところも最初だから怖いんだったらこれぐらいの速度で行っていいから、やっぱり同じように、はい、切るっていうよりは押していくような感じで、はい、じんわーり入ってくる。だ、決してこういうのじゃないってことね、はい。で、ここも怖かったら内側走ってればいいから、内側走ってってこの辺からずっとアクセルをぐーっと開けていくような感じ、途中から戻すような形じゃなくて、だ、怖かったら踏み出さなきゃいいだけの話で、ずっと安定して走ってくれば、例えば首都高速とかね、減速したりなんかしてる車たちだったらよっぽど速く走れる。あ、落ちちゃった。くそ。あれ、こいつ遅いな、明らかに。その先結構ありますね。何周ですか、ファミリーセーブ。30分だから、30分丸々だから8周いけるかな。そうか、ちょっとあいつをどっか途中で見るような形にして少しだけ大きいで、あそこだからちょっと形が違うんで練習しないとダメだね。これさすがに全開ではないな。で、この辺からこういうふうに少しこっちが内側を触るぐらいの気持ちだから、なんていうのかな、ここが頂点だったらこう入っていくぐらいの気持ちで合わせていけば、そうだよね。斜めから突っ込むような感じ。この辺もだから、この辺からもうちょっと速度が上がってくればこっちに流れるんで、はい、これだって遠赤今踏めなかった。ちょっとこっちで帰りに行くね。あ、こっちでも同じ、こっち平らだな。で、これだって内側から行けば今度ハンドル切っちゃうから、で、この辺から行くんだったらもうこの辺から切ってくれれば、逆にただちょっとこう出てってしまうけど、外側が車いるんだったらそういうとこからも行けるは行ける。こっちも同じ。ただアクセル抜いてる時間とか勾配がやっぱりきついで長いと、その後の加速がきつくなるし、これも今車がポン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 ってタイヤが跳ねたのがありました。少し、今ロールがかかりきってから、これも空気もエアも、この間の車のサンバさんの車と同じで3キロくらい入ってるんで、あれなんだけど、今もう横になんていうのかな、ショルダーを使って踏ん張りきれなくてポン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 と跳ねてるような感じ。
こうやって行ってから最後にあーこうなるわけだ。さすがにちょっと早いか。ブレーキもっとかけりゃいいんだろうけど加減してくからな。追いついちゃったな。どうしようか。中縫っていくわけにいかないもんね。後ろにいるもんな。どうやっても。じゃあちょっとまた違うところですね。あ、一台来ちゃった。なんか頑張って抜いてく気あるみたいな感じさせそうかな。ロールしてくれた車が、うん、あれはちょっと切ってる量が多いよね。見てる見てる。そんなに切んないで。今の前の車だと多分これぐらい切ってるでね。合ってる程度でいいですね。ハンドルも合ってる程度、アクセルも当ててトルクを乗せていくっていうことが大事。変にそこでね、迷ったりっていうか、その踏みた乱暴に踏み足したり抜いたりとかしちゃうとかえって姿勢が崩れちゃうから、自然になんかなだらかな S 字が続いていくような感じで、ハンドルにしてもアクセルとかブレーキにしてもコバを取ってあげれば全然。あ、ついちゃうな。ちょっと軽くそしたら流しながら抜いちゃいけないんだよね、これね。多分別に大丈夫。いいのかな。何も制限なかったんですよ。特に注意事項。だからこっから行けば逆に。あれぐらいだったら踏んでも平気。ただタイヤがちっちゃいからね。跳ねましたこの前。ちょっと踏んだ。だここのこの棒を目指していけばいいんですよ。ロールかかりすぎちゃうんだったらアクセル抜いてあげ、少し抜いてあげないとダメだけど、でここもこうね、やっぱりこのポールを目指してあげればいい。はい、ポール目指してあげればわかりやすい。で、自分出したらなくなってる。ポールが見えて。ここも多分みんな外から行こうとするけど、そんなに外じゃなくて、でここはポールないけどね。ポールないけど、でこっから踏めばいい。そうか、ちょっと一回交代しておこうか。もう一回ぐらいまともに走るか。そうか、これ抜いてる気配ないよ、だってみんな。抜いちゃまずいんだと思うんだ。さっきのセルボ君はさらにあの軽トラも抜いて前に行きましたけど、さあ、低いのか。あ、じゃあ投げす相当はず、なんかサイン見に行ったんだけど、相当ゆっくり行こうとしたら、お客さん入ってないね。これで50キロだからね。あ、猿マークがそこに。うちのチーム誰も見てないよ。いねえな。これの次でもう一周回るぐらいで入ればいいのか。そしたらもう一回ここで一回だけ練習しないとあるのか。すごい。じゃあちょっとここで一回抜いて姿勢作ってあげたところからこう踏み始めて戻していく。今度は戻していくときに起こして、戻し遅れちゃったりとか、いつまでも切ってアクセルだけ踏んでっちゃうとやっぱりウルがかかってっちゃうから、でここもやっぱりあの棒だね。いいね棒、いいねこれ棒。
を目指していく分にはちょっとハンドル戻してあげるだけで調整はいくらでも効くから、はい、ただやっぱりだから特にサンバさんと今みたいにロールがキュッてかかっちゃうのが絶対無意識に怖くなっちゃったりするとあると思うので、それを一番気をつけたら、はい、特にあのダンロップの直っちゃったところあそこが多分一番危険だと思う。でここもこれぐらいに入ってってこれぐらいでいいのかな、こんなパワー絶対ないと思ってでこれでもいいオートマで半分流して遊んでるだけだから大してパワーかかってないんだけど、でも挙動には分かりやすいです。いい加減いなくなったなさすがに。あ、いたいた、残念、しょうがない、さすがに抜くか。出れるよな、どうしようか、出れなかったら復帰できなかったらごめんね。でもなんか1台出てってるような気もするんで、あれ影だけかな、戻れなかったらごめんなさい。あーでもこれあれかな、そっち出されちゃうのかな、こっち戻されて終わりかな。いけるな、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 これでまだ50キロです。今人だけちょっと、説明をしてたんで人だけ買いに来たんで、24度かなってます、24度安全くらいの時に、はい、24度あ、それで OK です。 ありがとうございます。あと暑いんで、はい、そしたら3人、はい、3人来たからあと1人は交代だな。私が変わりましょうか。あ、どっちの人は古田くんも行ってないから、そうか、4人丸丸だです。変わります。古田はあれ、古田って今行ったんだっけ。それが正しい、じゃあ席は誰が乗ってんだ。あと1人、あと1人乗れる、あと1人行けるわけ。もう1人、もう1人行ける。今奥村さん行ける、俺前ですか。奥村も行ける、じゃあ行ける、俺前ですか。で、これ一番後ろ教えて。うわー、怖え。一番後ろ教えて。一番後ろって。また後ろくっつけるから。ああ、はいはい。じゃあさっきのトラック目安で。全然遅かったのだって、あんなゆっくり走ってるから。いや、全然見てなかった。そっちにかかって。ああ、そっかそっか。あ、誰かかかってたそれ。増えたり持ってたんだけど。ドーピー。みんなよくあんな提灯行列してるよな俺も提灯行列の中にいたよ。くっついちゃってしょうがないからずーっと後ろ走ってるのよ。やっぱ
あでもそれはね、もうファミリー走行だからしょうがないです、うんうん、ファミリー走行の趣旨としてもすんげえ後ろついてるこの人すげえ何もやってないすいませんこんなに長かったんだ。こんなに長かったんだ。配列？うん。車？うん。まだ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 。なんか何時まで？だから待ってて欲しかったんだよ。ああ。提灯行列の後ろになっちゃったから一瞬損しちゃった。我々。うん。ああ。ああ、怖えあのかなまだ見えた、あれだあのセンター帰ろう目印が出て一番後ろにトラック走ってっからうーんあっ一応先頭であそこ止まってるから赤出てるかなコペはどうだった？それに普通に走ってるだけか。うん。そんなに攻めてないけど、とりあえずいくつかのコーナーで、あと10キロ15キロ出せるなってスピードで、うん、全部曲がったんで、大体どのコーナー何キロぐらいでいけるかは分かった。まだ分かんないけど。ずっと赤っすよ。なんだ、なんだ、オフィシャルですか？オフィシャルじゃないです。オフィシャルじゃないですよ。ここずっと赤。さっきも赤だったもん。だから出てけない。うん。でもこれ赤のまんまらしいっすよ。さっきずっと赤でしたよ。直んないみたい。そう。うん。あの、赤で出ちゃいました、さっきは。行った方がいいと思う。行っちゃっていいですよ。あ、青になった。あ、なった。なった。いや、さっきコペンは赤で出ちゃうよ、止まったら、うん、ハミルトンも突っ込んでくるよってで、マユミ君は白いラインをだからまさかピットインするやついると思ってなかったでしょ、誰も俺もそういうコントロールやってこの辺でまさぎましたアップルで出ちゃうよ、白黒そしたらちょっと、わざといくよはいはいはいうわー、マジかうわー乗ったことないから、こんなのわざとコースアウトはいはいあでウィウィウィさっき分かったのは、うん、ここが洗濯板ここがこんなだからこれ分かる洗濯板分かるここが、ね俺今ね、あそこだけ変なの、はい、あそこは通っちゃいけない俺今ねあれなのよファミリー走行でプロドライバーの人に同乗中うんすげえかっこいい、ね、今コース上です、うんちょうど今出たところだよね、うん、あファミリー走行だったとりあえずそうだちょっとねどうしようかなあそうだよねでこんな出るやっぱり出ることないけどここも出たって、うん、こんなだからあのスポンジだけ気をつければ10分ほどうん、なんでバイクで乗ったら確実にかけそうそのスポンジバイクは怖いよ ね、 そうねこれね、うん、お願いしますごめんごめんだ出ちゃったら出ちゃったで、あの変にハンドル切らないで出ちゃったらも別に大丈夫は大丈夫。ただここはちょっと段差が多い。さっき走ったね。でこうやって戻ってきて、まああのなんだっけあれ、大根ねかなんかみたいに戻ってこれるけど、ここは確かにこういう段差なんで、だからそういう部分では変に硬くなる必要は全然ない。だから前向きコペン乗ってるから分かるだろうけど、コースアウト？よりは追突そう、ね、されるの方が怖い、うん、出るとしたらやっぱここだと思う、うん、こう曲がりきれずにその辺から出てく可能性はあるかな、うん、でもこれサンバーさんと違うんで基本的にそんなこと言う必要はないと思うけどこういうとこはやっぱりこういうとこにしてもどこにしてもこう押してでいくだけ、うん、あくまでもちょっと無意識に怖くなったからつってこういう切り足しをしないというかね、ロールをさせない。で、そこなんかも登って、その先もずっと登っていくんで、アクセル速度を落として入ってもいいから、アクセルオンで
押してで、例えばあれを踏んでいくような形、踏んでいくぐらいの気持ちで行けば別に、ハンドル切ってたらあそこでスピンするけどね、ハンドル切ってなければこれは、うん、いいの、そうそう、で こういうブラインドについてもやっぱり同じで、ここはこういう棒があるでしょ、棒が、はい、棒があるところは棒を目指していくぐらいで、さっきからちょうどいいって言ったから、でここも大抵の人は、まあ、一応ちょっと一回これも外出てもね、こっちも別に出たって平気だから、ね、であそこも棒があるし、これちょっと怖い、ここは平気だとか言ってまたことじゃない、ちょっと危ないし、釣りは釣りしかない、コペも今のところはね、足がしかする、ね、こうやってみんな行くから、ね、でこうやって切ってきて大変なことになるから、動画の人もそうだったのか、なんかここペンで70キロで上がれたから80キロくらいにはいけそうだったね、アウトにいっぱいいっぱい出てますね、130キロ一人で走ってると戻れの最後分かんなくないですか、で10番はグッドイヤーとかね、グッドイヤー、70、 この車普通の車なんでやめてもねで大事なのはこういうところで最後抜いて、抜いたところで切ってあげる、ちょっとこう遅れちゃったけど速度乗りすぎてね、 あのままそのままつんのめったまんま切っていくとこういう動きになっちゃうからね、スピンするからね、あ、そうか、それと逆のことがアクセルオンの時だって同じようにやればもうちょっとうまく曲がる方に使うとかもできる、ただトルク乗らないね、であそこも熱許しがちょうどあるので、ね、速すぎるんじゃなくて、まあ、今ちょっとオーバー、あ、遅れちゃ切り遅れたけど、押してで、はい、押してで、あそこに当たるぐらいの気持ちで入っていけばそこからちょっといくらでも調整ができる、でこれも最初怖いんだったら内側を行けばいいし、でアクセルパーシャルとかアクセルを少し乗せた、トルクを常に乗せていく形でずっといって自然にこう出るんだったら緩めればいいし、ね、で別に緩めなくてもまだロールがかからない余裕があるんだったら普通にもうちょっと踏んでいけばいい、でここも別に多分こんな広いヘアピンだから何もしなくてもいけるっちゃ、これあんまり離れてるといつ終わるのか分かんなくなっちゃう、何台ぐらいいるかの緩めにだけど、ピットロード並んでると思うんで、うん、大丈夫だと思うけど貸し切りだよね、でもこれ57だからね、この速度じゃやっぱ速いんだよね、はい、でこのぐらいから少し抜いて切っていく、何キロぐらい、今の80だね、あ、アクセルをこう並べると80キロ、ここだったらここはもう逆に重さが違う、上りだからあんまり、ただこの車も3キロ入ってタイヤが全部3キロ入ってまんまになってるから結構ポン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 跳ねてるけどね、もっと本当は踏ん張るよ、これブレーキあんまり使わないけどこういうとこだから、ここで足していけば、あ、ちょっとごめんね、あのオートマなんで大丈夫、すごい面白いよ、ここだけずつは綺麗に曲がるよ、こうしたらね、こう行ってここから少しずつ踏み上げながら戻して、綺麗に戻してみたい、なんか点滅してる、終わりだ、じゃあもう一回、もう一周戻ってきたら終わり、で例えばそうだ、スリップ効くところですからどこかって言ったら、この辺からも本当は少し効いてるんだよ、効いてるのがあるから大抵はこうやって逃がしていく、あんな風には切らないけどだんだんこういう風に後ろ使われないようにとか、レースの時は逃がしていく、どうやって欲しかったね、この辺からだんだん効き始めるから、スリップ K の速度なんであれだけど、多分実際に効くのはこの辺からだけど、この辺からずーっと効いてきて、あいつがね、面白いことができてる、あいつね、あいつね、で、こうやってはまりそうになっても最後離してあげれば曲がるから、ハンドル少し切ってあげればね、あ、それバイクと同じですね、
いつまでもぐーって踏んでたらどうにもならないから、ね、まっすぐ行くだけ。最後の最後ぐーっと沈めて、最後にこうガンって離しちゃダメだよね。スッてちょっと緩めたコバ取ってあげれば横に曲がる余裕が出てくるから、そこは出っ張りがあるから、そのこっちを目指して、ね、こういうとこも逆に内側から行ったって、やっぱりここを目指せばいい。タイミングが難しいだけで、さカートの時も一緒だよね。これ別に K だともうちょっと路面あのタイヤ細いんであれだけど、ギャラリーコーナーだから、ここから折り鶴からよく見える。あそこか、このレストランから、うん、昨日富士のホームページ見てて、折り鶴ってボリ鶴だよなって改めて思った。折り鶴だよ、ボリ鶴だよ、ボリ鶴、ボリ鶴、折り鶴だよ。高いんだもんだって全部1000円、1000円、アメ横みたいな。1000円、インスタイルだよ。これ飯食らちょっと大きいし、うん、上でも600円がいいとこだったな、安いのでも。うーん、やってんの今日あたりやってんのかどうか知らん。あっちの、そうだね、グラスタの裏の常設のとこはなんかやってました。あんなバンバン走ってたんだ。でもただ みんなただ貯金行列してるだけなのか、別にあのロールもしてねえんだろうな、大したな。ハンドル切ってロールしてるだけ。K だとだからもうちょっとロールもするし、タイヤも逆に逃げちゃう時と、エアは今からもう一回確認するけど、跳ねちゃうね、いろいろあるだろうけど、あのリア駆動のだったと思う。後ろじゃないと思う。すごいあのナビが面白いことになった。本当だ。コースがなんとなくわかる。あれだけいろいろ変なとこ行って遊んでたんだ。なんとなくこういうコースなんだろうなって。コメのナビはね、クリスピで書いてあるやん。そこずっと貼ってて。あ、そうなんだ。ポジション書いてある。あとは今説明しなかったけど、勾配がね、こうやってね、下ってるとかね、登ってるとかかな、特に登ってるとこだよね、下って登るんですよね。基本的にやっぱ広いから、そんなに怖くはない。でも普段ずっと、ね、あれだけ、ね、タルイカートでやって、押してとかもやってるし、だから ロールだけ気をつけてあげれば、特に怖いところはないと思う。本当に周りの車だけだと。高速コーナーすごいロールするんですよ。あのコペもしないんだけど、やっぱりトゥデーっていうか、ただこの間のは本当にパンパンにタイヤが入ってたから当てにならないと思う。でもね、その前のミナターボの時もすごいロールしたんで、とりあえずこれ何なんだろうね、この芝生、すんごいふにゃふにゃ芝生、人工芝生、よくあんなふにゃふにゃだよな。5000円でしたっけ、いくらでしたっけ。あ、ちょっとそっぽりやってたかな。はい、はい、これそれがですね、みんな5000円入れたやつを向こうに持っていっちゃったんで、おいくら前に5000円、ああ、はい、これかな、はい、3000円で、あ、3000円3000円で結構です。あ、3000円、そしたら、はい、ちょっと、はい、じゃあ、確かに、はい、どうも、はい、どうも、あ、面白かった、ありがとうございます。